はい、無事に搬入終わって、商品のね、欠品がないかとか傷がないかとかチェックさせていただいて、で交通誘導を今回しないといけませんでした。カーブに差し掛かってるところのカーブ沿いの家なんで、そこにトラック横付けすることによって、交通整備ちょっとみんなで協力しながら交通整備で車止めて片側通行にちょっとするんで、する方で、ですね、ワイヤーで吊ってロープで吊って、玉掛けするっていうのを担当する人、下で受ける人で、無事に、終わって、また雨がね止んでたんですけど、今またパラパラパラーと降ってきたんで、どうなるかなと思うんですけど、今日はね基本柱を立てて、仮止めして高さの調整、柱の高さの調整して、お客様の一番満足いく高さに、して、設置するっていう形で、生コンは今日入れれないですね。はい、今お昼なんですけど、柱はね仮に立ててもらったんですけど、ちょっと雨がひどいんで、ちょっとお昼休憩、職人さん行って様子見て、もう昼、午後からは中止かな、はい、午後から中止と思ってたら、1時以降雨が止んだので工事再開ということで、深いでしょう。もう柱の周りね40センチ角で掘って、で深さがもう50センチから60センチ掘るんですよ。もう相当掘りますので頑丈です。あとこの針の厚み、一般アルミ押し出し経済に比べて約 1.6 倍の共同性能を保有する柱梁構造になっております。さあ続行していきましょう。雨侵入防止でね、柱の上に蓋してます。これがタイトフレーム、タイトフレームの上にちょぼっとなんかボルトが出てると思うんですけど、まあその上に屋根材を乗せます。で針はね、お客様の車今日夕方以降止めていただけるようにちょっと奥に置かせてもらいました。お、ミキサー車来ましたね。生コンね、まあ手でこねる時とミキサー車呼ぶ時とあるんですが、今回はちょっとミキサー車を手配できたので、生コンを投入ということで、すんごい量なんでね、手でこねるとねすごい労力がいるので、まあミキサー車呼べる時は呼びます。まあ道路がね広かったんで、こちらのお家は、はい、これ現場によってはミキサー車止めたらもう完全通行止めになってしまう場所もあるので、まあケースバイケースですね。2日目終了、今日カーポート3日目の、日になりました。朝一雨降ってます。もうこれ昨日の段階からね、雨今日降るだろうなっていうのは分かってたんで、まあ、最悪ちょっと今日工事は残念ながら中止になるかも分かりませんけど、朝一ね職人さん来てると思うのでちょっと様子見に行ってきます。8時半に来たんですけど、もう始まってたし焦った、慌ててね動画を回しております。で針にタイトフレームがもうついてるので、あとはこの柱の上に、針を乗せます。もう一本針乗っかってるし、でこのアルミのね 0.7 センチね、これが重いんです。小ぶりになってきて、工事続行しております。まあ、朝到着したら針乗せてたんで慌てて動画撮影しましたけど、無事針が乗りました。この後屋根材上乗せていってもらうんですが、まあ、あとは天気次第ですね、はい。まあ、できる限りのことをやっていただけると思いますんで、見守っていきたいと思います。30分やったかな、
2センチバチってます、うん、ああここはね、足もしばらく短いところね。はい、わかりました。あ、こうなってるね。ねえ、ちょっと、うん、あ、違う、縮んでる。縮んでるってことですね、はい。下からこっちに合わせて直角で、こっちに合わせたらちょっと出ますよ。あ、逆だ、向こう合わせる。そうですよ、はいはい、道がこうなってるから。はい、1080。はい、もうちょっとで完成というところで、ちょっと雨が厳しくなってきたんで、仕上げのコンクリートは後日入ってもらうことにちょっとしてもらいました。晴れてる時にね、やらんとね、生コンが乾かないんで、しゃあないですわね、まあ、これも恵みの雨なんで、はい、3日目で、完成はしませんでした。またちょっと引き続き天気のいい時に履いていただこうと思います。あと養生とか、あの綺麗にね、掃除もありますので、はい、完成は、この後すぐはい、今日生コンの仕上げ入ってもらおうと思ったんですが、あいにくのパラついた雨なんで、今日も仕上げはちょっと延期、しました。またちょっと天気のいい時ね、
お天道さんと相談しながら、仕上げ入りたいなと思います。職人さんに帰ってもらいました。はい、以上です。もうこれで動画終了します